ヘンリー・モーゲンソウヘンリー・モーゲンソウは、アメリカ合衆国の外交官、実業家。第一次世界大戦中に、オスマン帝国のアメリカ合衆国大使を務めた。アメリカ合衆国財務長官を務めた、政治家ヘンリー・モーゲンソーの父であり、ニューヨーク軍の地方検事、ロバート・モーゲンソーの祖父である。ドイツのマンハイムにて、ユダヤ系ドイツ人のラザルス・モーゲンソーの息子として、誕生した。 1866年、モーゲンソーはアメリカ合衆国へ移住し、コロンビア大学法学大学院を卒業後、不動産取引で財産を築いた。1912年、モーゲンソーはウッドロー・ウィルソンの大統領選挙活動に協力し、同年に民主党の財務委員長を務めた。1913年から1916年までは、 オスマン帝国のアメリカ合衆国大使として活躍し、1916年に再び民主党の財務委員長を務めた。モーゲンソーは閣僚級ポストに就任することを望んでいたが、その願いは叶わなかった。第一次世界大戦終戦後、モーゲンソーは東ヨーロッパと中東に関する顧問としてパリ講和会議に出席し、中東支援委員会、ギリシャ難民救済委員会、 アメリカ赤十字社などの戦争に関する事前団体を講演した。1919年、モーゲンソーはポーランドに派遣されたアメリカ政府の視察調査団代表を務め、いわゆるモーゲンソー報告書を作成した。1933年、モーゲンソーはジュネーブ会議にアメリカ合衆国代表として出席した。1919年、モーゲンソーは アルメニア大虐殺を描いたアンバサダー,モーゲンソー、S ストーリーを出版し、モーゲンソーが大使を務めた間のトルコを描いたスケッチを発表した。1918年にはシークレッツ・オブ・ザ・ボスフェラス、1929年にはアイ・ワーズ・セントツー・ o テネを出版した。1946年、ニューヨーク市で脳出血により死去。遺体はニューヨーク市の放送音に埋葬された。 ありがとうございます。